ベイジャニ・クリストファー・サンバは、フランス・クレテイユ出身の元コンゴ、共和国代表サッカー選手。現役時代のポジションは DF で主に、センターバックを務めるが、時には FW としてもプレーした。CS ・スダン・アルゲンヌの下部組織出身だが、リザーブチームでのプレーが中心で、2004年に移籍したヘルタ・ベルリンでも、出場機会に恵まれずにいた。 2007年1月25日、イングランドのブラックバンド・オーバーズ FC に移籍。当時のマーク・ヒューズ監督に見出されたのをきっかけに CBE の定位置を確保した。2008から09シーズンでは、前線の選手に故障が相次いだため、空中戦の強さを見込まれてか、センターフォワードとしてもプレーした経験もある。 2012年になると、クラブにトランスファーリークエストを出したが、ブラックバーンはこの申し出を認めず、自身は1月2日のストークシティ FC 戦を最後に、出場を拒否していた。2月24日に、ロシアの FC アンジマ8からと1年、延長オプション付きとなる3年半の契約を結んだ。なお、遺跡金は明らかにされていない。2013年1月にクイーンズパークレンジャーズ、 FC へ移籍したがクラブはニブへ降格。7月にン示へ復帰したが、同クラブの財政縮小の影響を受け、8月29日にチームメイトのウラジーミルガブロフやアレクセイイオノフと共に FC リナもモ,モスクワに移籍した。2016年8月31日にギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC に1年契約で加入。しかし、 翌年1月20日に対談することが発表された。半年後の同年7月20日、プレシーズンより帯同していたチャンピオンシップのアストンビラ FC と1年契約を交わした。今後共和国代表として2004年にデビューした。2013年3月23日の2014、FIFA ワールドカップアフリカ2次予選のカボン戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。